は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。いい位置だ。役割の村人です。役割2周目から考えたいと思います。うわ、やばい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 。プレイヤーが発言します。カリオド出ちゃったよ。はい、お願いします。特に仕様ないです。9番さん役ありなの？やばいやばいやばい。そしたら、2周目で出てくるのかな。はい。まあそんな感じですかね。私が、嫌いなのは、ムラスラですね。役職がある人ならまだいいんですけど、ムラスラの人は、平和村を作ったとしても、私はその人に票を入れたいと思っています。ちょっと精査ができないのでっていう感じですね。あとは、村人の人、地釣り発言絶対やめてください。はい。もし地釣り発言が1日目出た場合、私はその人を狂人だと思って、その先ずっと考察を進めていくので、村人だったら絶対に言わないでください。狂人は勝手に言ってくださいって感じかな。はい。2周目頑張ります。2番さんどうぞ。2番のプレイヤーが発言します。役割の村人です。1周目は様子見たいと思います。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。7番三四郎。7番三四郎、お願いします。そうですね。ちょっと、急に言うとなんか変なムーブして、役割の村人なんですね。なんだろう。なんだろうな。なかなかこんなの見ないんですけど。なんと見えないかな。うん、ちょっとここ無視して言うんだったら、霊能に関しては、一周目は潜伏してほしいかなと思ってますかね。はい。で、9番三の位置に出てほしいんだけど、急に役割の、村人って言ってるからね、もうここに霊能がいるかもしれないしっていうことだから、もうなんとも言えないかなって感じですね。うん、まあ、岸田とか言うんだったら最悪ですね。はい。一番さんに関しては、まあ、清正さんの振り方は印象があったかなっていうところかな。ちょっとこれ、大丈夫かなっていうふうに、割と不安にはなっています。っていう感じですかね。はい。まあ、一番さんに言ったらね、村瀬嫌い、松も嫌いですね。ディズニーもやめてください。以上。4番。のプレイヤーが発言します。はい、どうもおはようございます。村人陣営です。塩あります。占い師です。6番さん、6番さんがランダムでシロット出てますので、把握お願いします。そうですね、現状自分の対抗の3番さんっていうのは今のところですが、とりあえず狂人を起しようかなというふうには考えております。はい。仮に3番さんがローだった場合っていうのは、様子見たいっていうのでね、多分後半一のローさんが多分占い師として出ると思うので、仮に3番さんがローであれば912の中に相方の人狼さんがいるんじゃないかなというふうに見ております。ただ9番さんと2番さんに関しては役持ちということで、はい、僕もそのムーブあんまり聞いたことないんで、もう初手から役持ちの村人っていう発言。うん。だから仮にね、92で同じ役職が対抗として発生すれば、ワンチャン、3番との相方の人狼っていう可能性もあるかもしれないですけれども、割れた場合っていうのは、3番がローだったら1の可能性あるんかなっていうふうに思っております。とりあえず初手なので狂人を気はしておきます。役に関して霊能2勝の場合はしっかりと僕釣り切ります。よろしくお願いします。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営特に使用ございません。QD に関しては何て言うんだろう、狼目っていうのは感じなかったけど、狂目っていうのは感じたかな。もし平和村だった場合でも、役ある村人ですって言っておけば、どんな役にでも出れるかなねってところだけ言っておこうかな。そういう観点に基づいて、4ってなんで3を狂気したんだろうって、それだったら急にの方が狂目ってあったんじゃないのかなって思ってますけど、うん、そこが4にはちょっと引っかかったかな。3で別に特に引っかかる要素はなかったかな。はい。まあ、3、4に関しては2周目しっかりまた聞いて、どちらの方がっていうのはしっかりつけていきたいなって思ってます。現状4の発言がちょっと引っかかってるんで、まあ、それで3が新目上がってるかなって感じです。まあ、1に関しては村すら嫌い、まあ俺も同意見かな。まあけど2周目1だと思ってます。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。お願いします。92に関してはもう今日もローも、村人もちょっとよくわからない。役割としか、同じ発言しかしてないから、
もう2周目だと思っています。2周目伸びなければどちらかから行っていいかなと思ってます。1番さんに関しては村スラと嫌いっていうのは自分もそう思うので印象いいけど、1番さんも2周目で、3、4精査に関しては3番さんが発言ない位置の7番さんに打ってるから強靭か芯かなっていう感じかな。ローではないかな。でも7番さんで囲いがあったらっていうところですかね。3、4の発言から特に黒要素は拾えてません。5番さんは、後半1なので発言が伸びてるっていうところで、発言が伸びてるから白いってわけじゃないけど、印象いいかなって感じ。申し訳ない。ちょっとまだ伸びないね。以上。7番さんどうぞ。7番のプレイヤーが発言します。特に必要ないです。そうですね、今までの話聞くと5番さんが最も視点が一緒で、まず3、4の精査でいくと、9、2っていうムーブに対して4番さんは共鳴を感じなかったのかなっていうのがすごい気になっているところで、それでいて3番を強靭置きするっていうのはすごい引っかかるところだったな。9、2に対して強靭要素を取れないのかなって思うね。狼ムーブではないと思ったから、俺も。その視点が5番さんっていうのはしっくりきて、俺5番さん本当に白いなとまで言っちゃうね、ここで。で、それに対して、その4の心理でいくと、4の方が俺現状2攻めだと思っていて、4番が6に白出ている。で、6っていうのは、9、2が2周目伸びなかったらどちらかから釣ってもいいっていう発言を残してる。9、2って役割って言ってて、じゃあ例えば霊能騎士って出た時、6番さんは釣るんですかっていう、9、2のムーブが謎すぎるからそこを釣り押そうとしてるっていう6番さん、片白だけどね。なんか6番さん非常に怪しかったから4、6とかあんのかなって思ってます。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。ランダム白は7番さん、7番さんが白でした。現状3番強靭、4ロー、4番さんの相方は6なんじゃないかなと現状思ってます。その理由しっかり言いますね。まず9番さんと2番さんが役割しよう。で、1番さんの位置って2周目って殴り返しできないよね。2周目1番さんって2周目から釣り押された時反論できない。一番 HP 低くなるのって1番さんの位置なのね。で、3番さんと4番さんが占い師をしているから1番さんの狼は現状薄くなる。そうなると5か6なんだけど、7番さんが言ってくれたように6番さんが2と9を殴ってる視点がやっぱ村側の視点じゃないよね。だから現状4、6人狼3強で追ってる。まあ5番さんは次点かなってとこね。4番さんから行った方がいいと思う。9番のプレイヤーが発言します。初心者なので本当に何にも分かんないんですけど、自分が霊能者で、7番さんの意見に賛成で、46怪しいのかなって思いました。1番のプレイヤーが発言します。人外全露出してるってことは、5712は村確定ですね。人外全露出か。どっから、これ占いから行くんだっけな。あんまりしたことないんで、わかんないんですけど。と5番さん教えてほしい。で、まあ、9番、結局2番、まあ、2番さんには触れない方がいいか。9番さんが最後に人外全露出を作ったっていうところと、6番さんが霊能うん、仕こ様れか4割釣りだとね。狼で見られていて、4霊釣っ能仕て様。ただ63仕様をし占てもらっえてばるかいいら、わ。6番さんがローでは出てこないよねって思うけど。でもこれ霊能に1人狼がいるって、で、占いに心境ろうって思うのが普通なのかな。そうなったときに、難しいな。でも6番さんが 3CO の盤面でパッと狼で霊能使用するとは思えないから、現状9番さんの方が偽かなとは思っちゃってるけど、人外、これどうなんやろ。ちょっと9番さんが発言なさすぎて精査ができないですね。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。
役割っていう、わからん。グレーから釣っていくと思うんですけど、6番は29を怪しんだから、6番が、かな？3番のプレイヤーが発言します。ちょっと精査が不能。いや、二番さんらがもう、今、もういいでしょ。二番さん騎士なんでしょ？だからもうちょっとしっかりしてくださいね。はい。九番さんのロー、まあちょっとは禁止だから。はい。九番さんのローっていうのはあるかなと思ってるかな。六番さんがローで出てくる方がないと思ってる。で、四八ローロー出てくるとは思えないかなと思ってますかね。だから、で、四八どっちかって言ったら、どうだろうね。通常だったら3勝目だったら8番さんの方がローミなんだけれども、まあ芯取りに来た強靭っていうのもあるかなと思ってるかな。で、6球だった場合に6番さんが狼であのタイミングで出てくるとは思えない。はい。まあ1番さんに言っとくけど、9番さんっていうのも役割って言っちゃってるから、何かしらの役を言わないといけないから、人狼であそこでやったっていう可能性は十分にあるかなと思ってますかね。だから自分目線6番さん芯9ローで、4、8は、まあ通常だったら8番さんがローだけど逆かなっていう感じがしてるかな。わかんないですけどね。なので、どっちから行くのかな。自分目線も占いは確実に偽だから、まあ自分目線で占いから行きたいですね。まあなので、まあ4番さんローと見てるから、私4番さんから行きたいかなと思ってる。はい。連能から行くんだったら9だけれども、ここはまあ明確には真意がついてないから。以上。4番のプレイヤーが発言します。まず3番の視点って一つおかしいよね。3番があなた真の占い師目線なのであれば、この場面っていうのは8番の3番って使用位置っていうのは強靭ムーブやと思ってるの。そこまず3番に言いたよね。俺目線っていうのは俺完全に3使用目で、真取りに来た8ローで風にしか見てないけどね。3強の8ローで。で、この場面、占い師、自分、心境ローで見ているので、霊能に必ず一人狼いるっていう目線で落としてます。はい。僕目線っていうのは6番の白が分かっているので、今日9番釣っていただければ必ず黒結果落ちると思ってます。はい。さすがに占いで心ローローはないと思うんでね。はい。霊能から行くのであれば100%9番さんからです。はい。いいですか？ 100% 9番さんからです。で、もう一人狼は俺8番やと思ってます。3使用目で、心取りに来た人狼かなっていうところ。どうするやろ。まあ、そこら辺に関してはもう5番と7番がもう全人外露出盤面やから、進行してほしいなっていう思いはある。ただ、占い師から行くのであれば自分は8番から行きたい。3、4目で、芯取りに来たロー。多分8のローは硬いと思うよ。で、9は、ほぼほぼロー確定です。はい。芯ローロー追わない限りロー確定なので、はい。僕は芯強ローで追ってるので、9番は100%に近い確率でローだと思うので、はい。黒結果絶対落ちると思います。霊能ローラーで行ってからの占い師決め打ちっていう形で行くのであれば、絶対に9行ってほしい。占いローラーから行くのであれば、情報釣りの観点からでも8番を行ってほしい。8番で黒結果が落ちりゃ、結構村側も有利に進めるよねって。分かってもらえるかな。5番のプレイヤーが発言します。はい。霊能。まあ正直霊能の精査ってつかないから、霊能からっつって、あとは占い審議、もう2人見つけるって感じでやるしかないかなって思ってます。まあ2人ないし1人。まあけど全然心労働って終える場面だと思ってるんで。ただ3、4に関しては自分以外全部釣り切ってくださいって、それで勝ちなんだからそう言えばよかったのになって思ってます。はい。まあただ別にここから先6、8がその意見言ったからって別に新目に見るとかじゃないけど、3、4って別に新目線じゃないなってちょっと思ったかな。3、4目線だったら別に自分以外全部釣り切ったら4段あるんだからそれで勝ちでしょって思ったけど、はい。そのくらいかな。で、2番さん騎士なんで、1、5、7好きなところ守ってください。1、5、7はもう白なんで好きなとこ守ってくださいね、2番さん。はい。霊能ローラからでいいと思ってるけどね。これは違い。まあ、そうこらん辺だ7番な。さんにもちょっと意見は聞きたいかな。これはちょっまあ、と俺別にが逆で発も言いいとは最思後うでけよかど、った。霊能結果で占い、霊能審議つけて、
占いをローラーして霊能の最後に決め打つっていうのでもいいと思ってるが、はい、そこはまあ任せます。はい。まあ、2番さんは1、5、7好きなとこ守ってください。はい、そんくらいかな、言うことって。まあ、どっちから行くにしろ、なんて言うんだろう、最終的にはもう最後の一人は決め打ちしないといけないからね。うん。まあ、そこの精査さえ間違えなければ、前人がいる6番目なんで勝てると思います。はい。6番のプレイヤーが発言します。はい、今日霊能から行くんであれば9番さんから必ず行ってください。まず自分の新要素として、人気役割役割って言ってることから、霊能騎士、霊能家騎士で出てくる可能性が高い、だから人気どちらから行くっていう話をしました。1周目でね、ちょっと興奮する霊能で出てくる伏線は張ってるかなと思ったので、その霊能で出てきた方をするっていう意味で発言を残しました。で、9の出方的にローあるかなって思ったけど、全人がいる普通盤面ってことでローなのかなって、全然新ロール終えるかなって思ったんだけどな。ただ、うん、今日は自分目線人外確定してるのは9番さんなので、9番さんから言ってください。そこで色結果を落とさせてください。で、3,4,8 に関しては8が新ロール1で、3、4にはどこでもあるかなというところなので、どうかな、正直ちょっとまだ精査がつかないかな。一番さん、ちょっと難しいな。全人が露出ってなかなか経験したことないので、どういう釣り方がいいのか分かんないけど、自分目線はもう9番さんが人外確定なので、人狼コーで3、4、8に関しては新狼今日どこか分からないので9番さんから言ってほしい。以上。7番のプレイヤーが発言します。まあ本当5番さんの言う通りなんだよな。もうやっぱり白だもんね。いやいや、ちょっと、ね、3番4番っていうのは自分以外も釣り切ってくれっていう発言を出さなきゃダメだよ、新狼って思ってる。これ発言順的に8番さんの発言聞けてないけれども、まして4番っていうのは、もう新労働絶対ないと思ってそこまで生きるんだったら、あなたもう仕事終わってんだから、9つってあと3を8ローラーしてくれっていう視点を落としてもよかったんじゃないのかな。7番さんの6番はそれについて、まだ審議ついてないって言ったけど、6番を9を強靭だとも考えてて、9、強靭寄りで考えてんでしょ、6番さん。ってことは4番さんと視点違うんだから、4番さんから行けばいいじゃん。4番さんが違うんじゃないのって言えばいいんじゃないのかなって思ってるけどね。まあ、8番さんの意見聞かないとわからないけど、1周目の8番さんの意見から俺すごい新っぽいなとは感じたけどな。まあ、わかんない。聞かなきゃわかんないけど。というより、2周目の3、4の、その、新視点ではないなっていう感じしかしなかったからな。まあ、俺が、隠し色の中で最終ポジだから、俺が行ったところにみんな票を合わせてしまって、なんか俺間違ってたら悲しいけれども、俺4釣りからでいいと思うけどね。4釣りで色を見てもらえば違いますかね、どうですかね。わかんない。8番が変な発言したら俺8行くかもしれないけど、現状4に行くと言っておきます。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、みんなしっかり聞いてね。みんなしっかりこの自分の発言を聞いてね。まず占い師に関しては3分の2で人外ね。3人のうち2人人外。霊能者に関しては2分の1ね。どっちの方が初日から人外を釣れる確率が高いですか？3分の2で人外釣れるのと2分の1で人外釣る、どっちが確率的に人外を釣れますか？あと、もう一点、一番いいことに4番さんが6に白を打っていることから、4番さんを釣って3と8が6占い。4番釣りの3と8が6占いすることによって、もし6が隠し色になる、6番が確定白になれば、4、3、8釣って9釣れば勝ち確です。6番さんの決め打ちができる。6番さんが白になって、9番さんが新境だった時も、占い釣り切りで終わりね、3、4ローだった時。わかる？これ、視点わかるよね。で、6番さんが初日の1周目、2球殴った視点は、俺6番さんが霊能だからだと思うよ。ちょっと6番さんが役職殴ったのおかしいと思ったけど、6番さんが霊能なら納得いく。
俺は6が真だと思ってる。その理由、6が人狼であれば、4釣られた後、8か3噛めばいいと思ってる。今日は4番釣りの3番さん6占い飲めるよね。4釣りの3番さんと俺で6占いしよう。今日は4番さん釣りで行きましょう。全プレイヤーの発言が終了し、私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。いやー、全部うまいこと8番に持っていかれてるやん、村人の皆さん。いや、言っちゃ悪いですけどね、この盤面っていうのはもう完全にこれ6番に票あって何占い先集めようって8番の発言、これ絶対どっちか黒落ちますよ、僕の何例の結果見てもらえればわかりますけど、白しか出ないですから、僕真の占い師なんで。だからシンプルに8番の目線っていうのは、相方の9番が釣られる可能性があったからこそね、相方の9番が釣られる可能性があったからこそ、ここあえて票を占い師ローラーっていう目線に持っていきたかった占い師、村目線っていうのはね。いや、分かってもらえへんかな。で、8、9多分ローローやねんって結構硬いと思うで。ほんでなんか全人街釣ってもらったらいいみたいな発言残せみたいな言われたけど、全人街釣ってもらうためにの説明をしてたわけであって、それを言ったから言って信じてもらえるわけじゃないよ、だって俺の口からやで、何の考察もせずに、まあ俺以外全員釣ってもらったらね、村は勝ちやからねみたいな感じで残してたとしても、それに対する考察がなかったら納得するの5番さん7番さん、ってめちゃくちゃ思ったけど、ね、やからこそ俺目線はどこがローで、どこが強でっていう目線を落としてそこを理解してもらおうかなと思ったんやけど、まあ仕方ないです。ごめんなさい、村人の皆さん。とりあえず、まあ頑張ってください。すいません。夜が更けました。人狼に気をつけて、占い師の方は夜のアクション。その疑いに。六白あってくれ。多分六白だと思うよ。六神だと思う。6役職殴ったな、あれ真だし、6出なくていいよ。やっぱね、真だ。これ3がね、6にしろ打ったら勝ち確なんだけどね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。真摯すべきものだ。3番のプレイヤーが発言します。はい、結果が6、9。やったね、やらかしたね。9番さんは4白。だからまあやっぱり4番さん強人8ローの9ローですね。8、9ローローか。まあ9番さんが、まあだから9番さんのロー目っていうのは自分もやっぱりあるなっていうふうに思ったからね。9番さんってもう役使用しちゃってるから、もう何かしら出ないといけないから、あれもう、どうだとしても引き下がれないから、普通にこれ、例の対抗で、まあ対抗ってどっちが先だったっけ、まあ、例の3番さんやらかしたね、これ。はい。まあ8番さんっていうのは最終して、神明を取りに来たら、だから、まあ8、9、ローローなんで、まあもうどっちから行ってくれてもいいですけれどもっていう感じですかね。はい。5番さん、何にしてください。5番、6番さんに指摘されたのかな。6番さん、7番さんに言われたけれども、自分以外全部釣り切ってくれたらいいって、それは当たり前なんですよ。自分も言ったんですけどね。占いから行くんだったら、あと2人は人外だから、もうそこを釣ってくれたら万歳だし、霊能に関してはどっちかが死んだから、まあ、あと1人。だから、まあ、自分は占いから行くから、占いから行くんだったら4からって言ったんですけどね。その、自分以外を釣り切ってくれたらいいですっていうのを言わないから、新占いじゃないって言われたのは結構、なんでと思ったけどね。はい、もうそこの人たちに叩いても仕方がないんだけれどもね。はい。なので、まあ、どっちか言ってもいいけど、まあ、9番さんからでいいんじゃないですかね。はい。私は9番さんに行きますよ。どっち言ってもいいけどね。以上。5番のプレイヤーが発言します。ちょっと待って、ちゃんと整理するね。4隠しろ、6隠しろ。だから、4、6、
どちらも狂人はあるってことで、うん、俺もけどなんか結構6ほぼほぼ死んだと思ってて、この盤面でしょ。6が角白で9狂人って線も、9狂人っていうのはないのか。うん、じゃあ9黒は確定で、9つって3つって8つったら終わりじゃないかな。考察いらない。違うかな。待ってよ。4角白、6角白でしょ。なんか4、6どっちかに狂人だから9の狂人目はキャンセルだから9はロー確定。9はロー確定の8、3、審議。ってことだよね。うん。じゃあ今日9つって8つって3つってでか、いや、勝ちじゃないんか、これで。え？待ってよ。4、6が新境。なんか、あと、ロー2枚、8、9、3にいる。で、もし9、9つって1人死んで、8つって1人死んだ場合、6が強だった場合が負けるってやつか、これ。うん。けど、まあ、今日は9が確定人海だよね。いや、違うんか。ごめん、ちょっと沼ってるわ。うん、7番と1番と違えると申し訳ない。霊の心境があるのや。占い師から行こう。占い師から。9番さん、人海なんだけど、9番さん、つかもういいんだ、別に。8、9、3で釣り切れば勝ちなので、8角です。自分、0角。狂人でしょ？あって。あって狂人。9番さんが真ってなったら、8、3、ロー、ロー。8、3、ロー、ロー。で、4、9がローだったら、8、3どっちかに1人狼でしょ？っていうことなので、どの順番で釣っても負けはないはずだよ。どの順番で釣っても負けはない。ないよね。ない。まず次の8、9、3どこか釣れば1人街釣れて、1人街釣れて、8、9、3、1人街釣れて、PP ないでしょ？で、その次に、占い釣り切りして9番さん行けば終わるんじゃない？そうそう。てか、9、3、8の順で釣ればいいと思う。8は、その、6を白角作るっていう、結構ムラリがあるかなって思うから、8を残して9、3、8で釣ればいいと思う。9、3、8で行きましょう。9、3、8。3、9、8でもいいよ。どっちでもいい。とりあえず8は、真かなって思ってるかな。ただ8の白結果は遅かったかなと思うけどね。まあ、自分は9番さんからいきます。7番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、9からでいいんじゃないかな。あ、ごめんなさい。すいません。マイク切れてました。うん、まあ、9いって、いいんじゃない ?9 いって、3いって、8で。いいんじゃないのって思いますけどね。一応あるパターンとしてなんだ？一応懸念すると、9、新、6、強、4、新、3、8、ロー、ロとかってあんだっけ？ないのか？ないような。うん、4進の6強、9進、3、8ローロって一応あんのか。まあ、ほぼないと思うけどね。一応あんのか、これどうなんだ。9進、6強、3、8ローロってあるか。もし3、8ローロがあるとすれば、8番はわざわざあんな提示をせずに、6、9から行けばよかったんじゃないのかなっていう視点があるから、ほぼ3、8ローロってないと思うけどね。だから6、進の9、うん、いいんじゃないの。まあ8のあの発言的に進っぽいけどね。まあ9、3、8の順でいいんじゃない。8番
のプレイヤーが発言します。まあちょっと勝ち確なんだけど、しっかりした抗議をするね。まず、村目線は4進9進の時 PP 負け、4進9進の時 PP 負け。これ言っちゃうと俺つらっちゃうかもしれないけど、村側は3釣って8釣るよね。まず3番3釣って8釣った時点で占い進ロー、ローはないってなると霊能に狼が確定するんだけど、6番さんは確定白なんで狼がないのよね。わかる？これわかってくれるよね。だから3八人狼の時に9行って6行ったらもう狼、3と8狼同士で勝てる。だからね、一番村側のやることは3釣って、8釣って最終日9。これが普通の進行ね。まあ別に、いいんだけど、9行っても。うん、とりあえず3行って9行くのが俺いいと思うけど、まあ、ちょっと別にいいけどね、9行って明日3行っても、俺決め打ってくれたら。じゃあ最終発言の1番さんが決めたら、とりあえず勝ち確だよ。けど勝ち確だけど、4進の時、4進、9進の時負けっていうの分かってね。4進の9進の時負けだから普通は、3から行く進行だけども、1番さんがそこは決めていいよ。3行くか9かは合わせるよ。9番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、バカすぎてみんなの話についてけてなくて全然わかんないんですけど、1番さんに任せます。1番のプレイヤーが発言します。うん、まあそうですね。基本的に、6番さんが強人だとして、3進王の時に霊能使用はしないと思ってるから、6番さんは死んで見ています。なので9クローだと思ってるけど、まあ、じゃあ、3行きますか。はい、3行きましょう。6進だと信じてるから、89ローローでも強靭落ちてる、読んで落ちてる。3行きましょうか。はい、3行きます。全プレイヤーの発言。私が悪人ですって、もう怒りますよ。ああ、3番さん、実投票したね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。はい。まあ、そうですね。進行に関しては、たくまさんの言う通りです。ということで、まあ、6番さん死んだので、これ積んでるので、9番さんは地神で終わってください。夜が更けました。ああ、投了したね。占い師の方は夜のアクションを行って。私が悪人ですって？もう怒りますよ。占った対象は人狼です。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6番7番のプレイヤーが発言します。粘るね。ね、粘るね。なんで粘るんすかこれ。どうやってこれは9番さんは勝とうとしてるんだろう。夜が更けま、人狼ゲーム終了。これはちょっと、これオカメさんちょっときつかったね、かなり。
あ、お疲れ様です。え、オオカミって3番さん？はい、いやもうこれ無理だな。狂人の城先から霊能出たの痛かったね、あれ。そうですね、でもう。これも、あれだね。3番さんはちょっと、あの、霊能に黒打った方が良かったね。そうですね、うん。で、占い釣り切りの霊能審議で、9番さんが勝てばワンチャンいけた。いや、てか申し訳ない、眠くて頭回ってなかったけど、たくまさん言ってたよりさ、4級の心身あるんだったらさ、うん、占いロラからだったね、あれ。そうっすね、そうそうそう、その通り、うん、あの4級心身なの、PP、うん、だからまあほぼ6、3、死んだけど、まあでも、普通に占いロラからだったね確かに確かにあんまないからさ、混乱するね。そうそうそういや予定だ、9番さんが4クロ打って9番さんの芯を割して6強で4、8ローみたいな感じだったんですけどね。まあどっちしろきついですね。うん、しょうがない、これは。なるほどね。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。